ドバタシネマ。こんにちは。こんにちは。始まりました。井戸端シネマへようこそ。このチャンネルは2人のドキュメンタリー映画監督村上弘康と土屋十勝による映画について勝手におしゃべりする番組です。今回は第14号放送、小津安二郎監督の晩春について語ります。この番組はマニアックではない、近作過去作関係なくですね、スクリーンだけではなく配信や DVD ソフトなどでも見れる、今すぐにでも見れるものを中心に語ってまいります。では小津安二郎さん晩春のパート2です。で、晩春から始まったもう一つ大きなことはですね、原節子の起用なんですね。で、晩春っていうのはやっぱりそのこの映画、やっぱりもう原節子の美しさがですね、ものすごくやっぱりこの、ね、この後の爆臭と、それから東京物語、これはあの典子三部作、まあ、原節子の役名が典子だから典子三部作って言われるんですけど、これはもう原節子の代表作でもあり、小津の代表作でもあるんですね。で、これまで原節子ってまあどういう女優だったかっていうと、まあ結構10代の頃から、若い頃からもう映画に出ててですね、で戦後は、例えばあの、青い山脈とかですね、あるいは黒澤明の我が青春に悔いなしとかっていうのが出てて、なんかあの、戦後民主主義をこう象徴するような役柄だったんですね。ちょっとなんか硬い、ちょっと頑張っちゃってる。まあ、ちょっと真面目な優等生な感じ、ね。なんかすごい硬い演技で、結構激しい演技を。あのなんか求められていて、一般的にはですね、下手な役者って言われてたんですよ、ね。あらら、かわいそう。ところが、小津はですね、尊敬する小説家の志賀直哉に、原さん使ってみたらみたいなこと言われてですね、で、晩春で起用したらですね、やっぱすごく原節子気に入ったらしいんですね。なんか自然にこう、気品と優美さを持っていてですね、まあ、小津曰くですね、原さんは理解が深くうまい。芸の幅は狭いが深い演技を示す人ってこう言った。ちょっとチクッとしてるけどね、つまりですね、まあ何でもやれる役者じゃないです。原さんは原さんの魅力で映画に出ればいい。それがすごくやっぱり映画をこうすごくこう引き立ててくれるということで、まあここから小津のね、まあ一時小津との結婚の噂もゴシップも出たぐらい、あの小津とのコンビっていうのはこうすごくこう濃密なものになりますけど、まああと俳優で言うとですね、あの小津映画の4番バッターと小津監督が自ら言うですね、杉村春子さん杉村春子もこの映画からなんですね。あ、すごい、あの揃いましたね。揃ったんです、まあ、杉村春子も日本映画史、ね、うん、演劇史を、まあ、代表する女優ですけれども、まあ、この人、まあ、いわゆる新劇の人ですよね。文学座 あのトップ女優だったんですけど、新劇の人はね、小津はね、あんまり好きじゃなかったらしいんです、うん、新劇の芝居が。要は、芝居が、舞台の芝居ってどうしても芝居が映画とはちょっと違いますよね。ところが、起用してみたら、すごく自然でうまくてですね、これ以降、もう杉村春子をはじめ、新劇の俳優を積極的に小津は使うようになるんですね。だから、まあ、ここから、もうここまでもやっぱり小津の映画のこう、まあ、晩春から始まった大きなこと、2つなんですね。まあ、この晩春が小津の戦後の始まりであるっていうことの象徴することとして、まあ、例えばその野田光吾、脚本家の野田光吾とのコンビ復活とか、原節子とかですね、あの杉村春子の新しい女優たちとの仕事っていうことがあるんですけど、うん、もう一つですね、まあ、日本の美への回帰みたいなことがあるんですね。では晩春ってあのこう映画を見、もう初めからこうお茶会ですね、うん、お茶会から始まってですね、うん、その茶の湯ですね。その後、こう、能を見に行ったり、お能を見に行ったり、あるいは後半では、京都のいろんな清水寺とか、龍安寺の石庭とか見たりですね。いかにも日本の伝統美っていうものを、結構映画の中にこう、取り入れてるわけですね。で、さっきも言ったように、小津っていうのは、サイレント時代から実は、まあ、アメリカ映画かぶれだったんですね。ところがですね、まあ、この映画から本格的に、こう、日本っていうもの、日本美っていうかね、日本っていうものへ、こう、回帰していったわけです。で、じゃあなんでかっていうとですね、うん、この1949年ってまだ戦争があって4年後で、やっぱりすごくこう混乱した時代だったんですね。でこの年起きた事件というとですね、うん、あの下山事件とか三鷹事件とか松川事件ってあの旧国鉄に関するですね、いま、うん、だに謎が解けてないですね。謎めいてる事件が起きたりですね、非常に今と似たように、まあ、インフレ物価高だったらしいんですね。でさらに映画界では、前の年からだったかな、いわゆる東宝争議っていうものが、はい、まあ、日本映画史上の最大の労働組合運動ですけど、まあ、世の中的にですね、かなりこう混乱した時代だった。で、さらに、まあ、もちろんその、まだ GHQ がいて、日本を、まあ、統治してる、まあ、占領下の日本ですからね、そういう時代にあってですね、
やっぱりこのアメリカ映画にはまあできない、うん、日本の伝統美を今こそこう見つめてですね、それこそが実は日本の復興につながるんじゃないかっていうような、まあそういう思い、まあそのために作ってるとは思わないんですけど、まあ、ただやっぱり大相撲戦争から帰ってきてますから、うん、戦後の日本っていうのをこう冷静に見てたと思うんですけど、みんながこう世の中のことにですね、こうさっき言ったように流行、まあ、いわゆる社会現象とか流行とかそういうものにとらわ流行のようにとらわれているときに、やっぱり不動のものを見つめなきゃいけないっていうことで、日本的なものっていうものを見つめ直したというふうに思うんですね、うん、で一方でですね、その日本的なその家族の関係とかね、伝統的な関係みたいなものがその現代の世の中の中で少しずつこう崩れていく様を描いていった。だからこそその対比を際立たせるために変わらない、うん、あのそういう伝統美みたいなのを取り入れていったんじゃないかなというふうに思ってるんですね。それもあんまり押し付けがましくないですよね。なんか自然と、でもまあ我々は今生きている現代と違いますから、そんな普段ねお茶会とか能とか見に行くものなのかなってふうに見てたけど、そうでもなかったんでしょうかね当時って。まあ、この映画の、ね、特徴も、うん、というとですね、小津ってあのそれまであの庶民的な下町のなんか長屋みたいなのを、うん、あの舞台にした作品とかも よく作ってたんですけど、この映画からですねちょっと中流よりちょっと上の人たち、うんうん、まあ、この映画も大学、鎌倉に住んでる大学教授とかですね、あとこの後いろんな会社の重役さんとかそういう人たちがまあ主役になっていってですね、ちょっとこう主人公の生活レベルが上がるんですよ。上流とまでは言わないけど、まあ、中流より上ですよ ね今あの十勝君が言ったように、うん、こう能を見に行ったりとかお茶を習ったりするっていうのは多分当時の庶民ではちょっとねなかなかお金のかかる高い娯楽だったと思うんで、うん、まあ、そういうことができるぐらいの人に設定したんですね。それはやっぱり映画でそれを描き、日本伝統美を描きたいからっていうこともあったし、もう一つはですね、小津自身がやっぱりこう巨匠になってきて生活水準が上がってきてですね、うん、さっき言ったようにあの小説家の志賀直哉とかですね、うん、いろんな芸術家の人たちとこう付き合いがあって、まあ、そういう釣り合い、あの友達ができたから、そういわゆるステータスが、人生のステータスが上がってきたので、あえてですね、自分より低いというとちょっと語弊がありますよね。自分がもう通り過ぎてきたあのものじゃなくて、今自分がいる位置ですね、この中流よりちょっといるご自身の生活水準から、そうそう、そこから世の中を見つめる。それはなぜかというと、それは嘘がないじゃないですか。自分の中で本当にリアルに感じれる位置から世の中を見つめて、でもそれをちゃんと描けばですね、それはどこ の場所にいる人にでも響くもの、普遍的なもの、不動のものがですね描けるっていう、そういう自信からおそらくそういうことをあの選び出したと思うんですよね。でもう一つあのここからあの晩春からですね、あの特徴的になってくるのは、2つの場所が出てくる、二度物語ってとしての小津映画っていうのが出てくるんですね、うん、これはまあ鎌倉と東京、まあ、鎌倉と東京はいわゆる生活圏なんで、一つ関東っていうものがあの映画の主舞台になるんですけど、近いっちゃ近いし、今だと通勤圏ですけどね、通勤圏、ね、あのこの映画の中でもね、うん、通勤してますけども、うん、ところが後半京都に旅行に出かけますよね、うん、娘と父の最後の旅行が京都、うん、でしかもこれはあのいわゆる観光名所とかそこで巡ったりするわけですけども、そういうちょっとこのまあ、観光映画とは言わないですけど、やっぱり映画なんで、やっぱり当時テレビもないしね、旅行もみんなが行けるわけじゃないんで、そういう観光地の風物をこう一つこう取り入れるのも、まあ、お客さんへのサービスって言ったらなんですけども、まあ、ね、京都見たことない人も鎌倉見たことない人も見れる、でこういう2つの場所で展開するっていうのが、その後あの東京物語でも尾道と東京とかですね、結構何回かいろいろ小津の映画の中にこう出てくるんですね。でただ小津はただそういう観光地に行っても、いわゆる絵はがき風にはあんまり撮らないんですよね。なんかすごく象徴的にこう一角を写したりしてですね、あの、まあ、その辺がちょっと小津らしいんですよ。結構サイズ詰めた構図が多かったですね。東京タワー撮るにしても東京タワーのちょっと一角だけを撮ったりとかね、うん、そういうね、いかにも小津らしいほのめかすっていうですね、うん、一部を撮って全体をほのめかすって小津映画の象徴のような撮り方をしてるんですけど、でこういうなんかこうあの観光地巡りじゃないですけど、そういうものを映画に取り入れるっていうのは、この小津が言った松竹映画でも後にこう受け継がれて、例えばあの山田洋次の監督の寅さん、男はつらいよでも必ずあの寅さん、いろんな日本各地旅したりしていて、旅してる、で実はこれ結構ね、寅さんシリーズにですね小津も実は影響があって、
さっき言ったサイレント時代にですね、いわゆる長屋物を撮ってるんですね。キハチ物、主人公がキハチっていう男、うん、中年男で、そいつが若い、かわ、綺麗な女性にこう恋をするんだけど、結果的に振られてしまうっていう、ね。なんか聞いたような話です。そうなんです。トラさんのパターンをです。まあ、男はそれはそれだけじゃないんですけど、ただそれもこう意識されて、映画の中にこう受け継がれていってですね、まあそういうこともあるんですね。で、うん、まあ、ここまで、まあ、なぜ晩春を、取るか、まあ、晩春のから、まあ、お前がにとって晩春がどういうものか、どういう位置の作品かというのをちょっとお話ししたんですけど、ここからはちょっとその晩春の中身ですね、映画の中身についてちょっと詳しく見ていこうと思います。見たことない人はちょっとネタバレになるかもしれない。ああ、そうかもしれない。で、なんで詳しく見ていくかっていうと、うん、これはオズは一見気づかないけれども、うん、実は映画の中にいろんなことを潜ませてやってるんですね。うん、じゃあそれ何回も見ないとわからない感じでしょ。これはおそらくわからないと思いますね。うん、でまずですね、晩春のオープニングなんですけど、うん、オープニングはですね、北鎌倉の駅の情景から、この典子、娘の典子がお茶会に行くお寺までですね、こう4カットいろんな風景がこう、うん、積み重ねられてオープニングになってるんですけど、これですね、注意して見ていただきたいのは、その4カットすべてにですね、風が吹いてるんですよ、うん、木々が揺れたりしてですね、風を感じさせてるんですね。で、これ十勝くんも映画撮ってるから分かると思うんですけど、これこの4カットいろんな場所で撮ってるから、いっぺんに撮ったわけじゃないんですよ、うん、でもしかしたらもし別な日に撮った可能性もあるんですね、お寺の、まあ、ところありえますよね、ありえますよね、うん、もうずっとすごく映像にこだわる人だから時間かかるから。で、その4カットすべてに風が偶然吹くっていうのはちょっとありえないんです。で、僕たちもドキュメンタリー撮ってて、なんか風景とか撮ったりして、手前の木とかね、草とか花がこう揺れたりしたらいいなと思って、風待ちとかしないですか？風待ちもありますよね、もちろんもちろん。で、それ風待ちしてるとですね、意外に風って吹かないもんなんですよ。そうそうそう、すごくね、旗を狙ってる時だ。そうそうですね、そうそう、だから画面の中で必ず風が吹いてるっていうのは、必ずそれを狙って撮ってるんです。偶然ではないんですね。なんか、まあ、劇映画やったらと風吹かしちゃったりも。そうそうそう、で、事実ですね、この後風のシーンって、うん、このお茶会 のシーンになって、ポンとこう外のお庭のシーンに一回出るんですけど、うんうん、そこでも風が吹いてるんですね。草が揺れてますね。で、さらにこれセットで撮ったであろうと思う、居酒屋の看板のシーンの、で、看板の奥に植木があってですね、それも風で揺らされてる、うん、で、これセットで風が吹くことはありえませんから、これ扇風機とかで吹かさないと絶対揺らさないんで、これ必ず人為的にやってるんですね、うん、これ人為的にやってるってことは必ず意味があることなんです。ここまで徹底して、で、これ何かっていうとですね、これ前編見ていくと後々分かるんですけど、主人公の典子の心理状態をですね、実はこの風によってですね、表現してるんですね。だから最初オープニングで吹く風っていうのは、見てると気づかない程度のそよ風、微風なんですね、うん、この時はそれ、この物語実はですね、これ落ち着いた映像で始まってるけど、後に波乱が起きるであろうってこの暗示になっていて、で、途中でこの典子自身の激しいこう心の動きが、まあ、その後、まあ、この後またお話詳しく話しますけど、はい、いわゆる父親と能を見に行った後にです、能を見た席でですね、父親がもしかしたら再婚するかもしれないっていう女性とこう出会うわけですね、うん、その時こう典子の感情は、父を愛してますからね、父との二人の幸せな生活を脅かす存在だと思ってですね、この生活がその女性をね、ものすごい冷たい目で睨みつけたりするんですけど、その後ポンとこう外にカメラが出るとですね、大きな木があってですね、すんごい風で揺れてるんですよね、もうそよ風が暴風に変わってるわけです。で、こうやって気づかないようにですね、実は風の表現で主人公の典子の心理を表してるんですね。で、じゃあなんでこういうことするんだろう、もっと分かりやすくすればいいだろうと思うじゃないですか。まあ、もっとドラマやったらなんかね、変にナレーション入れちゃったりとかね、ぐらいするかもしれませんけどね。そうやってオープニングから分からないように少しずつ風を吹かしていって、うん、で、ある時ドンと風を吹かせて、そこまでは多分みんな意識してないから、うん、分かんない、分かんないですよ、うん、ただですね、無意識では捉えてるんですよね。で、この人間の無意識っていうのは、実はすごくすごいもんなんですね。すごい実は解釈力を持っていて、例えばサブリミナル効果ってあるじゃないですか、うん、なんか一コマだけある商品の映像を入れると、それをなんか映画館でかけると、その商品を見た人は無意識のうちに買いたくなるっていう、だからそのぐらい無意識っていうのは実は強いですけど、うん、オズはですね、大切なことは隠せって言ってるんですよ。
だからのりこの感情とかこれから送るドラマっていうのをあからさまに予感したり表現するんじゃなくて、この映画の場合、晩春の場合、風っていうものですね、わからないように表現してるんですね。ただ我々目で映画を見てますから、うん、絶対それは無意識化で感じてるわけですね。でこれが実はこの映画の中でですね、この映画もほとんど風の映画と言ってもいいぐらいですね、実は前編重要なところで風が吹いてるんですけども、うん、まあこういうことをずやってるわけですね。これはやっぱりスクリーンで見ないと分かんないのもあるのかな。これはね、意識して見ないと分からない、まあ、もちろんスクリーンで大きな画面で見ると、うんうん、映像で受ける印象っていうのは違いますよね。で、うん、もちろんこの時代はですね、映画っていうのはスクリーンで見ることを前提に作られてますから、ね、スマホなんかで見るとは思ってるんでないですから、見られてると思ってないでしょ、ね、だからスクリーンで見ることを前提にそういう細やかな演出っていうのをものすごくやってるんですね。小津安二郎さんの、晩春の、パート2終わりますかね。じゃあ次回パート3でお会いしましょう。